土曜午後3時30分まだアップデしてないのプレゼンツ逆転男子。初回はイメージ逆転男子ど深夜飯編ということで、深夜についついやってしまうことを発表していきましょう。はい、じゃあはい、行きます。はい、ゆせ。深夜についついやってしまうことは、僕なにわ男子の曲めっちゃ好きなんですけど、あのテレビに携帯をつないで大音量であの曲を聴くことです。あ、いいね、素晴らしい。はい、曲がついちゃうと、僕が深夜についついやってしまうことは、電子版の漫画を大量に買っちゃうことです。あ、いいね、あるよね、わかる。僕が深夜にスイスやってしまうことは、一日家におった時とかは寝る前逆立ちしてますね。ほんまに、ほんまに、ほんまに、ガチで。これなんかとあの効果あるわけでもなく、なんでやってんねや、ほんまか、やりたくなるんや。その動画がこちら、ただただやる出てるかな。僕がついやっちゃうのはサッカーゲームやっちゃいますね。やっぱサッカーゲーム1試合して2試合してどんどん続いちゃいます。いいね。僕がつい、深夜にやっちゃうことはですね、映画を見ちゃいますね。で、結局寝るのが遅くなってしまいます。僕深夜についついやっちゃうことは、30分だけゲームしようと思ったらついつい3時間ぐらいゲームしちゃうことです。あー、もうゲームあるあるです。皆さんよろしく。やめとくじゃん。長尾君の顔もう一回行ったら、ちょっと変えました。3時間ね、3時間ね、大橋なりのアレンジ。僕が深夜についついやってしまうことは、あの TikTok 見すぎて、あのブルーライトで寝られへんくなるっていう、よくありますね、これ。あるある、見すぎ注意です。俺は深夜ついつい見てまうのは、あのクラスのあんま目立たん子が文化祭で歌って、なんかめっちゃ盛り上がる動画見てます。動画見ちゃうんですけど、あの女子格闘技の KO 新集みたいな。怖いよね。怖いと思いますね。女子の KO 闘技気持ち悪ということで、土曜午後3時30分逆転なし、絶対に見てねー。